皆さんこんにちは、 M2 プラントの金子です。今回は英国靴を代表する、シューズブランドの一つであるトリッカーズについてご紹介したいと思います。トリッカーズとは1829年創業された、英国靴製造のメッカであるイギリスのノーサンプトン最古のシューメーカーになっております。現在では5代目が引き継いでおり、ロンドンの直営店では英国王室のチャールズ皇太子御用達での紋章ですね、あのロイヤルワラントが掲げられており、その品質の高さを証明しております。では実際見ていただきましょう。箱のまま持ってまいります。これ一番定番です。トリッカーズのカントリーライン、デザインはウイングチップですね。中にですね、こういう靴袋が片足ずつかな、こういうのを丁寧に履いてました。でこれおそらく磨くためのクロスかと思います。もう入っております。すごく丁寧なブランドですね。ソールの部分とかですね、ここの部分が一番傷みやすいんだと思うんですけど、ここを張り替えたりするともう何十年もだいぶ長いこと持つので、そのあたりでも、まあ、元は取れるのかなというふうに思いますね。あとレザーがまあ初めのうちだいぶちょっと硬いんですけど、履き潰していくうちにこうだいぶ柔らかくなって自分の足に沿ってくるのもすごく楽しみのですね。エイジングも楽しめるかと思います。スーツ用に買ったんですけれども、オフですね、ジーンズとかでも合わせて履きたいと今後考えております。いかがでしょうか。今回は、トリッカーズのカントリーブーツについて紹介させていただきました。この動画を面白いと思っていただいた方は、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。